こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。合わせてご覧ください。さて、寒い時期にぴったりのカクテルをご紹介します。ホットバタードラム、こちら、ダークラムがおそらく基本だったのでしょうが、現代の趣向に合わせまして、ゴールドラム、そんなダークじゃないタイプのラムを使いたいと思います。ご用意いただくものは、角砂糖でも結構です。テンダリーではメープルシロップを使います。そして、バター 2g ぐらいです。営業中では使いやすいようにこのように小分けにして用意しています。そしてお好みですが、クローブ、ジョージですね、ともう一つお好みですが、シナモンスティックを添えてお出ししています。まず、あらかじめ温かいカクテルをお作りするときはグラスを温めておきます。耐熱のグラスをお使いください。こちらに、メープルシロップ、で、10ミリくらい入れてください。ここでちょっとお湯で少し溶いておきます。メープルシロップは溶けやすいです。こちらにコミドラムを注いでいただきます。30ミリ、こちらに熱湯を注ぎます。軽く混ぜてください。で、クローブは2粒用意します。こちらにと火をつけましたら、グラスに落とします。はい、こちらでホットバタードラム完成です。お好みでシナモンでスティックで混ぜて召し上がってみてください。